北九州市は市民の利便性を向上するため、行政サービスのハンコレスとオンライン化を推し進めると発表しました。全庁を挙げてですね、この IT 化、この DX という流れにうまく乗ってですね、市民の利便性を思いっきり高める。北九州市の北橋市長は今日の定例会見で、市の行政手続きで原則押印の義務付けを廃止するとともに、オンライン化を図る方針を明らかにしました。押印廃止の対象となるのは、国や福岡県の法令で押印の義務付けがないおよそ3000の手続きです。市民が行う手続きでは、子ども医療受給資格の申請書や市営住宅の入居申込書などおよそ2000種類について今月末までに押印を廃止します。さらに電子申請サービスをリニューアルして、施設の団体見学申し込みなど209種類が今年度中にオンライン化されます。北九州市は今後も電子署名やオンライン決済に対応できるよう機能を強化し、押印の必要がない手続きについてオンライン化を実現したいとしています。